鈴木 GSX400S カタナの、平成7年式ですねのご紹介です。カタナ好きの方、まあ、もしくはカタナオタクの方いうと失礼なんですけどに見れば一目瞭然なんですけども、フレームがシルバーでエンジンもシルバーです。ということはこのガンメタ刀は、外装のみ乗せ替えたものですね。まあといってもですね、エンジン黒く塗ったりとかっていうのは比較的簡単なので、黒くしようと思えばいくらでも黒く塗ってきます、はい。で、刀で、ショートガンですね。何のショートガンかわからないです。ここに吉村って書いてあるので、まあ吉村のショートガンかもしれないかもしれない範囲ですということにしておきましょう。車検がついてます。ちょっと今ナンバー外しちゃってるんですけども、車検算があるバイクです。期間についてはグーバイクの方に記載がありますので、そちらを、参照してください。はい。ですね、あと、まあ、ちょっと外装、ここ向けてますね。ベルトが中の生地が出ちゃってます。で、タンクですね。ここにへこみがあります。一見して綺麗です。横から見えるところにはへこみないです。で、反対側ここですね、こことここに引っかき傷があります。ここにちょっと傷ありますね。あとはフォークオイルも若干にじみがあるようです。はい。で、タイヤが割と山残ってますね。いい感じです。いつのタイヤかな。見つかんないので山、一応ひびはないです。で、山はまあ7部ぐらいかな。フロント8部残っていると言ってもまあ過言ではないかなというぐらいですね。で、ゴムも硬化はそれほどはしていません。ひびもないですね。なかなか悪くないと思います。はい、よいしょ。で、刀はですね、こっち側じゃなくてこっち側のノブがチョークです、はい。エンジンかけます。今チョークはオフです。一発で始動します。割と吹けはいいんですよね。もしかするとですね、マフラーの交換に合わせて若干キャブのセッティング変更になっているかもしれません。指導性付け、共に良好です。あとですね、まあ、こっちがうるさいんですね。ここの音聞こえづらいんですけど、エンジン自体の作動、メカノイズとても少ないです。非常に素直な丸い角を取れた音が出ています。